笹岡。笹岡、お客さんよ。お花は嫌いじゃないのよ。でもこう多いとね。ここ行って。あ、はい。はい、ありがとう。はい。あ、いや、そんなチップなんていただけないですよ。店長に怒られちゃうんで。あ、そう。あの、その代わりサインもらえますか？さっきしたじゃない。あ、いや、そのサインじゃなくて、僕ファンなんです、先生の小説の。あの、これにいいですか？あら、買ってくれたの？ええ、最新刊。ここに来る途中で本屋さんに寄って買ってきました。今日の伝票見たらお届けが先生の家だって分かったもんで。あ、すいません、職権乱用ですよね。いいのよ、嬉しいわ。ちょっと待っててね。あ、いや、あの、そんな本格的じゃなくても。せっかく来てくれたんですもん。ちょっとそこに座って待ってて。はい。あなた、お名前は？え、あ、佐藤慎二郎です。あ、立派なお名前ね。どんな字書くの？あ、信じるに太郎二郎の二郎です。二郎さん、昔同じ名前の男と付き合ってたことがあるわ。ああ、そうですか。笹岡のやつは一体どこ行ったのかしら。いつもならとっくに朝食を作ってる時間なのに。昨日クビにしたんだわ。それにしても私がクビにしたのに、なんで退職願いなのよ。人生の折り返し地点は何歳だろう。そんなことを考えるようになった。ある人はそれは35歳だと言い、ある人は40歳だと言う。ある人はそんなことを考えるのは意味がないと言う。今を生きるのが全てなのだと。確かに意味のないことかもしれない。けれど
春に植えた苗が夏に花咲き、秋に収穫を迎えるとしたら、私はもう収穫の時期を過ぎたのだろうか。それともまだこれからなのだろうか。そんなことを考えるようになった。そんな頃に、私は彼と出会った。ごめんなさい。いつもお茶を入れてる人が辞めちゃって。っていうか、いろいろあってクビにしたんだけど。私、普段あんまりキッチンに立たないもんだから、いろいろと勝手が分からなくって。これ、先生の新作ですか？え？あら、勝手に読んじゃったの？ダメよ、まだ最後までできていないんだから。お砂糖入れる？え？お砂糖。あ、いや、結構です。それにね、その後の展開がまだ思いつかなくて、ちょっと困ってるのよ。いつも結末を決めずに書き始めるんですか？大まかな流れは決めとくわよ。でも私は書きながらストーリーを発見するのが好きなの。登場人物と一緒に旅をするような感覚ね。あなたは？え？あなたも小説家だって言ってたわよね。あ、お座りになって。どんなもの書いてんの？え、あ、いや。ごめんなさい、私最近の人の小説あんまり読んでなくて。僕の小説は大したもんじゃないです。あら、だって何か新人賞を取りになったんでしょ？まあ大したもんじゃないなんて言ったら選んだ人に失礼じゃない。まあ最初の一本目は悪くはなかったんです。それなりに売れましたし。どんなお話？地元で起きた事件を元に書いた話で。あ、いや、やめときましょう。あ、なんで？ぜひ聞きたいわ。僕はいわゆるニュータウン育ちで、ああいう町は昔は活気があったんですけど、気がついたら老人と子供ばっかりになってて、それでその2つのグループの間に何か緊張関係みたいのがあって、ある日女子高生が死体で発見されて、その脇に老人のタバコが落ちてて、それをきっかけに老人と若者の間で戦いが始まるって。まあそんな話です。面白そうじゃない。他にはどんな話を？第2作は一作目を都会に移し替えただけのつまらない話。三作目はこの間出版社に持って行ったんですけど、出版できないって。あら、なんて？まあ要するに才能がなかったんですね。最初の一作目だって実際に起きたことをそのまま書いただけで、友達連中も
あんなんだったら俺にもできるって。みんなそういうふうに言いたがるのよ。要するに自分にできないもんだからやきもちを焼いてるだけ。どんなものでもきちんと形にまとめ上げるのは大変なことよ。でも先生のお書きになったものなんて読むととても自分には真似ができないっていうか。どうもありがとう。私の小説は何を読んだの？あ、デビュー作の悲しみの街角を歩くと初期の頃の何冊か、それから映画になったものをいくつかと。すいません、最近のは読んでないんです。まあ男の子のファンは少ないからね。それに最近のものは以前のに比べると大して売れてもいないし。そんなことないじゃないですか。出せばいつもベストセラーリストに顔を出されてるし。最初の週はね、出せば必ず買うっていう固定ファンはいるのよ。だから発売週目は必ずリストに顔を出すんだけど、それ以降の伸びがなくって、要するに新しい読者はいないってことよ。昔ながらのファンで食べている、売れなくなった演歌歌手みたいなもんね。そんな。さてと、本題に入りましょうか。お母様の容態はどう？意識は回復してはっきりしています。ただ医者の話だと下半身に麻痺が残る可能性があるって。そう。あのちょっと気になったんですけど、事故のこと警察に報告が行っていないみたいで。八木沢さんでしたっけ、担当のお医者さん。御手洗先生と随分と親しいみたいで、詳しいことは先生と話してくれって。神崎さんって言ったわよね。今度の事故のことはできれば警察には黙っててもらえないかしら。もちろんお母様の治療代は全額私が負担するわ。今後の生活に関わる費用も全て。それはどういうことですか？あなたが想像するような大げさなことじゃないの。そういうところを抜きにして示談の交渉しましょうって、そういうことなの。先生、本当に先生が運転なさってたんですか？どうして？だって普通先生くらいの人になると専門の運転手とかそういう人がいると思って。確かにいたわ。長いこと私の身の回りの世話をしたり車の運転をしたりしてた人が。でもパーティーの途中で揉め事があってね。揉め事？揉め事っていうか、ここ2、3年ずっとそうだったんだけど、私の作家生活に余計な口を挟むようになってね。出版パーティーも本当は開きたくなかったんだけど、その人が勝手に決めてしまって。まあそんなこともあってパーティーの途中で揉めてクビにしちゃったの。クビ？それで私が自分で運転して帰ることになって。でも私運転って嫌いじゃないのよ。気持ちいいじゃない。先生、あの病院でお会いした時少しお酒の匂いがしたような気がするんですが。そりゃパーティーの後ですもん、少しは。つまり飲酒運転ってことですよね。取り調べみたいな口をね。いや、そういうわけじゃないですけど、事故を起こしたことは本当なわけだし、母の症状も簡単ではないですし。だからお母様の治療に関しては全て責任を持つってそう言ったじゃない。いや、でもあなたにとって今一番大事なことは何なの？え？私を刑務所に送ること？いや、そんな。まあ警察にも知り合いはいるし、
優秀な弁護士も知ってるからそんな大げさなことにはならないと思うけど、マスコミや世間が大騒ぎをすることを考えるとね、うんざりするのよ。そんなことよりお互いにメリットになることをしましょうよ。メリット？あなたさっき言ってたわね、3作目の小説が出版社から突き返されたって。ええ。私が話をしてあげましょうか。え？大手の出版社なら大抵知ってる人がいるから。昔一緒に仕事をしていた連中が今はみんな編集長か社長クラスになってるの。だからあなたの力になってあげることができると思うわ。それ本気で言ってるんですか？もちろん。信じられない。何が？だってまさか先生のような人が。私のような人が？そんな取引のようなことを持ち出すなんて。ねえ、聖人君子じゃいい小説は書けないわよ。あなた、私の最初の作品を読んだって言ってたわね。はい。どんな内容か覚えてる？はい。確か女子高生が担任の教師と恋に落ちて、そのことが学校にバレ、結果教師の家庭が崩壊し、最後は二人で心中するっていう。あれは実話よ。実話って？信じはしなかったけどね。え、それじゃあ本当に？まあ、せた高校生だったのよ。うちが水商売でね、子供の頃から男と女の色恋沙汰を見てたからね。非人の高校教師を誘惑するのはそんなに難しくなかったわ。因数分解ってわかる？因数分解？あ、いや習ったけどさっぱり。でしょう。私もそうだったのよ。だから放課後職員室に聞きに行ったの。数学の先生だったんですか？そう。数学の授業なんかちゃんと聞いてる子いないじゃない、特に女の子はね。だから私が職員室に質問に行ったら、先生すっごく喜んじゃって一生懸命教えてくれたわ。それがきっかけで二人で会うようになったの。最初は放課後の教室で会ってたんだけど、他の生徒の目が気になるようになって、町外れのレストランに場所を移して。それでも田舎町だからね、知り合いに会うこともあって、だからちょっと離れたインターの入り口にあるホテルで会うことになったの。もちろん私から誘ったわ。先生最初は戸惑ってたけど、その頃には私に夢中になってたからね。で、体の関係を持つようになったんですか？そりゃまあラブホテルだからね、ベッドもあるし、そういう雰囲気になるじゃない。でも先生ったらおかしいのよ。そういう関係になった後も一生懸命数学を教えようとするの。もう必要ないのにね。ホテルだっても最初の1時間は数学の授業よ。大きなスケッチブック持ち込んで黒板代わりにして、それで1時間過ぎると時計を見て、そろそろ数学の時間は終わりだとか言って服を脱ぎ始めるの。じゃあこれからは保健体育の時間ねとか言ってからかったら、先生ったら顔を真っ赤にしちゃって。でもね、おかげで因数分解は完璧に理解したわ。あ、うん？あ、
この闇の踊り手の因数分解のトリック。そうそう、それを書くときはとっても役に立ったわ。それまで恋愛小説のイメージだった先生が急に音楽ミステリーを書いて、それも男顔負けの数学的トリックで。恋愛小説ばっかりじゃ飽きちゃうからね、違うのも書けるってとこ見せたかったし、読者も出版界の人もみんな驚いてたみたいね。いや、僕も驚きましたよ正直。なるほど、そういうことだったんですね。どんな経験も作品の役に立てることができる。小説家って素敵な職業よね。でもその高校の先生はどうなったんですか？小説みたいに破滅しちゃったんですか？私との関係が学校にバレた後、教師を辞職して奥さんとも離婚したみたい。両親が傷んだりはしないんですか？私が？どうして？だって当時は私が被害者って感じだったわ。だってそうでしょう、教師と生徒がそういう関係を持ったら責められるのは教師の方でしょ。いや、でも先生の場合は生徒の方から。そうよ。でもね、男と女の間のことはどっちが悪いってことじゃないわ。お互いいい思い出よ。いい思い出って、向こうにしたら悪い夢みたいなもんでしょ。闇の踊り手を出版して少しその後、その先生が私に手紙を送ってよこしたの、出版社を通じてね。え？小説を読んで君との秘密の授業を思い出したって。その人今は予備校の講師をやってて、再婚もして子供もいて落ち着いてるって。そうですか、よかった。その人こうも書いてたわ。僕の平凡なる人生の中で君との情事だけが宝石のように輝いています。僕が死ぬ時きっとこう思うでしょう、あれが僕の人生のクライマックスだったって。人生っていうのはあなたが思ってるほど単純じゃないのよ。なんだか話がそれちゃったわね。本題に戻しましょう。お茶が冷めたわね。ね、このケーキよかったら食べて。出版社の人の差し入れなんだけど、なかなか美味しいわよ。先生。うん？先生の言う通りにしますよ。え？事故のことは警察には言わないでおきます。あら、そう、どうもありがとう、嬉しいわ。その代わり条件があります。いいわよ、何でもおっしゃって。この原稿を僕にください。ダメよ、まだ完成してないって言ったでしょ。早く完成させてください。それにね、生原稿は人に渡さないことにしてんの。最近はすぐにオークションに出す人とかいるから。いや、そういう意味じゃないです。え？この原稿を僕の名前で発表させてほしいんです。あなた自分が何言ってるか分かってんの？嫌ならいいですよ。嫌なら。出すもの全て
ベストセラー、今や海外にもその名を知られる著名な小説家の御手洗薫が酔っ払い運転で人をはね被害者を半身不随にした。そんなニュースがマスコミに流れるだけで、私は落とすつもり。他人の書いたもの、自分の名前で発表させるだなんて、あなた、それでも小説家の端くれだろう。さあ、どうですかね。結局私はその若い小説家神崎竜兵の要求を飲んだ。彼が怖かったわけではない。その気になれば彼の要求を跳ねのける方法もあった。私は彼のために小説の続きを書くことにした。なぜなのか、その理由は自分でもよくわからない。いや、本当はわかっていたのかもしれない。気づかないふりをしていたのだ。いずれにしろ私は行き詰まっていたのがまるで嘘のように、自分でも驚くほど早くその小説の残りを書き上げることができた。しばらくしてその小説が出版されると、話題の新刊として本屋の店頭に並ぶようになった。そして神崎竜兵との関係にも次第に変化が現れた。ニュータウンの墓標でデビューした神崎竜兵の最新作「懐かしき未来の歌」はちょっとした驚きである。新人賞を取ったデビュー作はその題材の時代性から一定の評価を得たが、正直キャラクター造形やテーマの掘り下げ方には物足りなそう感じた。続く第2作には見るべきものがなく、小説家としての資質を疑うものがあった。しかしこの第3作は見違えるほどの出来である。そりゃまあ私が書いてるからね。更新所に勤める主人公がかつての恋人に依頼され彼女の寝室を盗聴する冒頭から、物語は官能的でミステリアスだ。恋愛とミステリーの融合はベテラン作家御手洗薫などが得意とするところだが、何か物足りなさを感じる最近の彼女の主作に比べ、この若手作家の新鮮さはどうだろう。なあ、言ってんのかしら。どっちも私が書いてるってのコロンカの連中と来たの。あら、誰かしら。いい匂い。これ今度駅前にできたティールームで買ったの。自分で入れるようになるといろいろ凝りたくなるのよね。はい、どうぞ。どうしたの？これ全部読んだの？うん。ここにある本、出版社から送ってもらったものが多いからちゃんと読んではいないわね。じゃあこれは飾りみたいなもんだ。飾り？いや、雑誌とかでさ、作家の書斎が映ると必ずこういうふうに文学全集とか置いてあるじゃない。あれって本当に読んでんのかなと思ってさ。まあその方が様になるからね。私の知ってる作家でね、初めて書斎の写真が雑誌に載るって言うんで慌てて文学全集買った人いるわよ。そういう意味じゃ飾りかもね。あ、でももちろん中身は知ってるわよ。若い頃
文庫や古本で散々読んだから。やっぱりちゃんと読んでんだ。何？いややっぱりこれくらい読まないと小説ってのは書けないかなって。そんなこともないけど、あなたは古典とか読まないの？うん、正直本を読むのは苦手なんだ。そんな人がなんで小説かなんかに。なんとなくね、かっこいいじゃない。そんな風に見えるかしらね。さって冷めちゃうわよ。ところでどう？評判いいんでしょ、あなたの新作。俺の新作ね、評判いいみたいね。さっき新聞の書評読んでたんだけど、ずいぶん褒めてあったわよ。まあね、評論家の言うことなんか何の役にも立たないけど、でも編集者からは喜ばれたんじゃない？どこかでごちそうになった？それが評判はいいんだけど、売り上げは思ったほどでもないって。あら、そう。まあ出たばっかりだし、それに最近の読者は保守的だからね、何かお墨付きがないと。あなたの名前じゃそう簡単には売れないわよね。それでさ、誰か名前のある人に推薦文とか書いてもらえればって編集の人は言ってるんだけどさ、ほら、あの本に巻いてある帯みたいなのはあるじゃない、あれをさ誰かに頼めないかって。誰かって？いや、だからさ。え、あたし？いや、やっぱ変だよねそれって。悪くないわね、それも。え、面白そうじゃない、自分の書いたものに自分に推薦状を書くなんて。ちょっと待っててね。あ、見たらいかおるだけど、編集長いる？え、あ、そんな、今。任せときなさい。あ、編集長、ご無沙汰、お元気？そんなお世辞はいいわよ。偉くなったら社交辞令ばっかりうまくなったわね。たまにはこっちに顔出しなさいよ。そうよ、あんたには貸しがあるんだからね。そんなことより読んだわよ、あんたんとこの新刊、神崎竜平とかいう若い作家のやつ、面白いじゃない。本当よ、私はあんたと違って見えついたお世辞が言えるほど悪い人間じゃないから。いいじゃない、あの子顔も悪くないみたいだし、一押しで売り出したら。帯？推薦文？私そういうのはね、敵に塩を送るみたいで。まあいいわ、人を育てるのも仕事のうちだって、そう言いたいんでしょ。すぐに考えて原稿送るから。いいわよ、取りに来なくって。そんなことより何かご馳走してよ。そう、これで貸しが増えたからね。いいわね、分かったわね。はい、それじゃ。バッチリよ、とびっきりの推薦文書いてあげるわね。どうも。他には何かしてほしいことある？実は。何？次の作品を来月出る文芸誌に載せたいって。
次の作品ね。あ、いや、短編でいいんだけど。締め切りは？今月末。ずいぶん急ね。でもいいわ、なんとかする。今からでも間に合う。書きかけの作品があるから、それを仕上げれば大丈夫よ。ちゃんと間に合わせるから。最近調子がいいのよ。あー、おいしい。私は奇妙な成り行きで始まった奇妙な共同執筆作業を次第に楽しみ始めていた。お久しぶりです。まあまあ、相変わらず綺麗だね。何言ってるんですか。すっかりご無沙汰なんだから。私の顔なんて忘れちゃったんですか。まあ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 、そういうこと言わないで。あー、どうも。あー、今日は堅苦しい挨拶は。でも、シャンパン持ってきてお祝いだから。まあ、素敵。お母ちゃん、シャンパンで。はい、シャンパンいただきました。何のお祝いなんですか。なんだよ、まだ行ってなかったのか。え、ああ、そっか、すいません。あ、こちらにいらっしゃる先生がお書きになった小説画だな。5万部を突破したんだよ。うわー、すごい。5万部ってどの程度すごい。東京ドームのお客さんがみんな読んでる感じ。新人作家の作品が映像化もされずにそれだけ売れたら、それは大したもんよね、編集長。さすがにママ分かってるね。作品もちゃんと読ませていただきましたよ。編集長のところの一押しでしょ。今日はゆっくりなさってくださいね。あ、ありがとうございます。何見とれてんだよ。やっぱり御手洗先生の推薦文聞きましたね。正直驚いたよ、あの先生が他の作家の推薦文書くなんてな。おい、お前ちゃんと令状出したか。あ、はい、もちろんです。まあ、これで映像化でもされたらもう一段ポーンと上まで行くんだからな。え、映像化ですか。はい、ああ、今な、小説は映像化されないとなかなか売れないんだよ。あ、その件ですけどね、まあ、今各局当たってますけど、なんかもう一つその決め手が欲しいんですよね。心配すんな、次の沢村賞取るさ。え、本当ですか。最終選考まで残ってるのは確認済みだから、まああとは審査員次第だけども、まあ、うちとしても強力にプッシュするから、決まっても同然だよ。沢村賞が決まれば映像化も決定ですね。まず映画だろ、それからテレビ、それから舞台と長いスパンで育てていこう。そしたらミリオンまで引っ張れるさ。ミリオン。さすが編集長。ちょっと先生。さあ、お待たせしました。乾杯しましょう。それでは、突然その才能を開花させた若き小説家神崎竜平君の成功と我が社の発展を祈って乾杯。乾杯。うまいっすねこれ。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おお、こんな時間に誰かしら。こんな時間に警察呼びますよ。俺だよ、俺、神崎龍平です。龍平くん、あら、あらら、あらら、ちょっとお酒飲んでんの、うん、お土産。
素敵。ちょっとダメよこんなとこにちゃ。これ起きて。ほら、とりあえずソファーにね。うん、はい。ダメだ、なんか飲みすぎちゃった。ちょっとこんなとこで寝ちゃダメ。ほら立って、よいしょ、起きて、ほらよし、はい、もうしょうがないわね。もう起きてんの？おはよう。ちょっと待っててね、今朝食作ってるから。ああ大丈夫、あ、ちょっと貸して。はい。あら、いい手つきね。一人暮らし長いからね。よいしょ。うん、塩コショウだね。塩とコショウ、うん、あった。あら、よくわかるわね。キッチンってのはさ、大体似たような作りになってるもんだよ。カオルさんは料理とかしないの？え、うん、お皿おかな。ほら、カオルさんと彼は私のことを呼んだ。実にさりげない呼び方だった。とても新鮮だった。ほとんどの人は私のことを先生もしくは御手洗先生と呼ぶ。男から名前で呼ばれるのは久しぶりだった。それではいただきます。いただきます。そう、あの店に連れてってもらったの。だったらもう大丈夫ね。あの編集長ね、あの店には気に入った作家しか連れてかないの。あそこに連れて行くようになったら、この作家とはしばらく仕事を続けようって意味よ。へえ。ちなみにあの店のママは編集長の。これだからね、手を出しちゃダメよ。結構揉めるのよそれで。確かに綺麗な人でしたね。でもよかった、小説が売れて私もほっとしたわ。カオルさん、それっておかしいよ。何が？だって書いてんのカオルさんじゃない。そりゃそうだけど。今の言い方ってまるで俺の行く末を心配してるような口調だったよ。そう？なんだか変な気分だね。カオルさんにそんな風に言われると本当に自分で書いてる気分になってくるよ。編集部の人にいろいろと言われた時にはなんだかとっても居心地悪くてね。あいつら何を言ったの？褒めてくれたんでしょ？うん、基本的には
そうだけど。なんか言ったのね。ちょっと言葉遣いが古臭いところがあるって。何ですって？あ、いや、でもそれは俺が前に書いた作品に比べてってことで、全体的にはなんていうか、まるで別人が書いたように進歩してるって。そりゃそうだよね。あなたは堂々としてればいいの。これは自分の作品だって堂々としてればいいの。いや、だってあなたがいなければ書けなかった。え？私は内心彼に感謝していた。小説を書く理由を失いかけていた私に彼はエネルギーを与えてくれた。それがたとえゴーストライターという形であったとしても、劉平の小説は文学賞を受賞し、売り上げは倍増した。期せずして受賞後第一作となった文芸誌に載った短編も評論家たちに好意的に迎えられ、劉平の名声は確かなものになりつつあった。そして、それを求めて劉平のもとにさまざまな誘惑が集まってきた。すみません、神崎先生のお宅でしょうか。私、泉文学の広瀬と申します。この度は沢村賞の受賞おめでとうございます。私どもとしてもぜひ一度先生とお仕事させていただきたくお電話いたしました。また改めてご連絡差し上げます。よろしくお願いいたします。です。え？あ、はい。執筆の依頼ですね。大変ありがとうございます。ただ、先生は仕事の方が立て込んでおりまして、すぐにお受けすることはできかねる状況です。私ですか？秘書の桂木と申します。先生は今仕事中なので電話に出ることはできません。申し訳ございません。また改めてお電話くださいますか。よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。あ、目が覚めた。あ、誰？覚えてないの？失礼ね。いや、昨日は確かパーティーがあって。先生の沢村賞受賞パーティーよ。私はその二次会で先生と出会った。あ、二次会。出版社がよく行くクラブがあるでしょう。私は別の作家の接待でそこに行ってたの。だから先生のパーティーには出席できなくて。でも逆にラッキーだったわ。もしパーティーに行ってたら、人混みの中でおざなりな自己紹介だけで終わっちゃって、こんな風に先生と親しくなれなかったと思うし。ごめん、よく覚えてないんだ。本当に申し訳ないんだけど、それで君は誰なの？仕方ないわね。改めて。あ、出版社の人。そう。え、
なんで僕らはここに一緒にいるの？あなたが並木出版の編集長たちの間で退屈そうにしてたから私がこっそり引っ張り出してあげたのよ。で、二人で一緒にタクシーに乗った。そうそう、途中で俺が気持ち悪くなって、そう、それでタクシーの運転手に嫌そうな顔をされたから橋の近くで降りて、あなたしばらくゲーゲーやってたわ。それで少し落ち着いてからまた別のタクシーを捕まえて私がここまで運んできたってわけ。みっともないとこ見しまったな。あんなおっさん連中とケバいホステスに囲まれたら悪酔いするわよ。ドライヤー借りるね。ねえ、ねえ、なんか言った？ねえ、何よ？それで俺と君は、なんていうかさ、なんかした？なんかって？あ、いや、だからさ、セックス？うん、まあ、そういう類のこと。それも覚えてないの？あんなにサービスしてあげたのに。嘘よ。あなた酔っ払っててそんな元気なかったじゃない。それに寝言で女の人の名前言ってたわよ、カオルさんって。嘘。まったく失礼しちゃうわよね。私、女としてこんなに恥をかかされたの初めてよ。どうもすいません。責任は取ってもらうからね。責任？来月うちの雑誌に一本書くこと。昨日そう言ったわよね。え？言ったわよね。どうしたの？座ったら？いいんだ。その服、どこで買ったの？ね、これ、ちょっとね。誰の見立て？ちょっと知り合った人に紹介された店で。いいでしょう。私の趣味じゃないわね。でも似合うって言ってたよ。誰が？いや、だからその店を紹介してくれた人がさ。奏書房の桂木由里子。え？パーティーの二次会から二人で姿を消したって。なんでそんなこと？いろいろとね、噂話の好きな連中が多いのよ。あの女には気をつけた方がいいわよ。吸血鬼みたいな女だから。吸血鬼？若い作家の才能を絞り取るだけ絞り取って、あとはポイッと。まあ、もっとも今度だけは相手が私だからね。そうはいかないけど。さあ、座って。原稿は？もちろんできてるわよ。
なんだ、一つしかないじゃない。三本必要なんだって、電話でそう言ったろ。乱作すると質が落ちるわ。そこを質が落ちないように書くのがあんたの腕の見せ所だろ。もう勝手なこと言って。とにかく困るんだよ、約束したんだから。こちらにもいろいろ戦略があるの。戦略？それは並木出版の分よ。あそこは今一押しだなと売り出してるからね。泉文学の分は近いうちに何とかするわ。あそこはこれから伸びると思うから。いや、奏書房は断りなさい。なんで？さっきも言ったでしょ、あの女とかかるとろっくなことにならないから。いや、でももう約束しちゃったからさ。寝たの？あの女と寝たの？え？まったく。もう5年くらい前になるかしら。渚ひかるって作家がいたの覚えてる？ああ、自殺した人何冊か読んだことあるけど、一時すごい話題になってたからね。彼を自殺に追い込んだのはあの女よ。え？デビュー作の新人賞取ったやつね。あたし審査員だったのよ。授賞式でちょっと話をしてね、まだ少年のような可愛い子だったわ。担当編集者があの女で、嫌な予感がしたのよ。たちまちあの女の言うがままに小説を書くようになってしまったわ。ベッドにでも引きずり込んだんでしょうね、あなたと同じように。いや、俺は別に何もなかったですよ、あの日は。つまり部屋には入れたのね。いや、それは ちょっと飲みすぎて気がついたら部屋にいたっていうか。まあね、まだ若いんだからそういうこともあるわよね。でもあの女はやめときなさい。あの女は社長の愛人で、売り上げを上げて社長に気に入られることしか考えてないんだから。渚ひかるは彼女の命ずるままにテレビドラマの安っぽい原作や広告代理店とタイアップした旅行小説みたいなものばっかり書かされて、そりゃね、確かにベストセラーにはなったかもしれないけれど、小説家としての彼の最も純粋な部分はどんどんすり減っていったわ。結局書けなくなって、その頃には別の若い作家が現れて、お払い箱よ。そんな悪い人には見えないけどな。もちろん彼女に悪気はないわよ。彼が自殺した時だって葬儀の場で彼女号泣してたし、だから怖いんじゃない。とにかくあなたは私の言った通りにやってればいいの。そうすれば、きっとうまくいくわ。乱作するとね、質が落ちるんだよ。そこを質を落とさないで書くのが腕の見せ所じゃないの？今のあなただったらできるわよ。若いんだし、エネルギーにあふれてるじゃない。いや、でもエネルギーにあふれてるのはベッドの中だけなの。そう言われてもさ。とにかく困るのよ、それじゃあ。もう事後予告には入れちゃったし。え？なんで？なんでって、あなたちゃんと約束したじゃない、今度はうちの雑誌にも一本書きたいんだって。前から他の出版社にも書きたかったし、うちの雑誌にも書きたかったんだってそう言ったでしょ。いや、それは君がそういうふうに。並木出版の分は書いたの？うん。じゃあそれをうちに回してよ。え？向こうにはちょっと遅れるって言えばいいじゃない。そのぐらいのわがまま通るでしょ。それは無理だよ。どうして？だってもうできたって言っちゃったし、もうすぐ取りに来るはずなんだ。ここに？うん。どういうことそれ？
どういうことって？あなた、並木出版の分だけ先にあげて、その後私に電話してきたわけ？うん。それでうちの分は書かずに私をベッドに引きずり込んだってわけ。引きずり込んだって、それは君の方から俺のマンションに。あなたが原稿が上がってパッとやりたいって言うから。まったく、私も舐められたもんだわ。いや、ちょっと待ってよ。このままで済むと思わないでよ。え？並木出版が何だって言うのよ。あそこの社長は昔うちの社長の秘書やってたんだから、うちの社長に言ってあんたなんか潰してやるから。ちょっとそんな、え、ごめん、怒んないで、ごめん。ちゃんと書くって言ったじゃない。事後予告になって載せちゃったのに。これで原稿落としたりしたら私のメンツ丸潰れよ。どうしてくれんのよ。泣いてんの？泣いてなんかないわよ。あ、来た。その原稿ってこれ？え？あ、これ私にちょうだい。いやいや、それは困るよ。私が困るのは構わないわけ？いや、そうじゃないけど、すぐに次のも書くからね。はい。あ、並木出版の相沢ですけれども、お原稿を頂戴しに伺いました。あ、少々お待ちください。あ、はい。ほら、もう来てますから。ダメよ、これを渡さないわ。ダメだよ、ふざけないで。すぐに次の書くから。私は本気よ。何？あ、このまま出てって、向こうと直接交渉してもいいわよ。面白いことになると思わない？ちょっと待って。どうしました先生？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ちょっとお待ちください。失礼します。編集長、三田良先生お見えです。もう？ええ、仕方ないな、落として。はい。
先日は神崎隆平の新刊本の帯ありがとうございました。おかげさまで売り上げも倍増しましたよ。もうそれも外されちゃったみたいね。さっき本屋に寄ったらシャバ村賞受賞って帯に変わってたわ。ああいやそのうち映像化決定って帯に変わるんでしょ。まあ、はい、あなたも大変よね。次から次へと手を打っていかないと。今は映像化されない小説はほとんど売れないみたいじゃない。まあ残念ながらそういう面はありますね。まあ、本来の姿ではないと思うんですが、御手洗先生の時代とは随分状況も変わりましたよ。あら、その言い方じゃ私は前世紀の遺物みたいじゃない。いやいや、そういうことじゃなくてですね、私だってね、まだ新人賞を取ったり映像化されたりしてみたいわ。新人賞は無理でしょう、今さら。あら、そういうけどね、作家って新人の気分で全く新しい作品に挑戦したくなる時もあるのよ。それは分かりますけど。でもそういうのを書いても出版してくれないでしょ。そんなことないですよ、持ってきていただければ。7年くらい前になるかしら、私が持ってきた自殺を題材にした原稿、あなた出版できないって言って突っ返したじゃない。読者は御手洗薫にこういう題材を求めていないって。だってあの時はキネマ探偵シリーズの最盛期でしたから。編集長ってみんなそうよね。確実に儲かるものしか書かせないのよね。いや手厳しいですな。ところでどうなの、神崎隆平は。その後もいい仕事してるみたいだけど。いや実はですね、ちょうどそのことで悩んでいたところなんですよ。今朝新しい原稿を送ってきて、さっきまでそれ読んでたんですけど、あれどこ行ったかな。そうか、いやついね頭にきてゴミ箱に放り投げちゃったんですよ。悪い癖ですね。御手洗先生にも散々注意されました。原稿は作家の命なのよって。そんなに出来が悪かったの？なんて言いますかね、つまり同じ人間が書いたものとは思えない。そんな感じですかね。なんてタイトル？再びニュータウンへ。ちょっといい？ああどうぞ。まあ、デビュー作の続編のようなもんですね。何を今更って感じですよ。懐かしき未来の歌でガラッと作風も変わって文章の構成も進歩したと思ったのに、また元に戻っちゃった。なんでだろうね。これ掲載するの？まあ締め切りも過ぎてるんで出したいところなんですが、このまんまじゃね。それで悩んでたんですよ。やめた方がいいんじゃない？あなたがそれほどひどいって判断するなら。やっぱりそうですかね。彼は今上り調子だけど、何が原因でつまずくかわからないから。やっぱりそうですよね。まあうちとしても大事に育てたい人材ではありますし。あ、先生そろそろ行きましょうか。今日は先生の好きなフレンチを予約しておきました。あそこのランチはもう最高ですからね。編集長、明日発売の奏で書房の文芸未来見ましたか？なんだよ寂しいな、来客中だよ。ああ三谷先生、あどうもすみません失礼しました。何なんだよ。いや、神崎隆平が短編書き下ろしてるんですよ。何？これ印刷所から手に入れたんですけど。ちょっと待ってもらえますか。本人から何も聞いてない。いや、いろいろと依頼は来てるって聞いてはいたんですけど、これ担当桂井上司ですよ。さっさと持っていかないぞ。本人に連絡取れ。いや、それが携帯が繋がらないんですよ。何だよ。原稿読まれました？何だ、ひどいでしょ。こっちを書いてるんですよ。よく書いてる。仕事ったたたんこれですからね。
その原稿は私に衝撃を与えた。そして今私が本当に書くべきものは何なのか、やっと理解したのだ。並木出版の分がどうしても必要になって、いや、この間もらった分は奏書房の方に回しちゃったから、薫さんには断れって言われたけど、なんていうか、いろいろとあってさ。いろいろとね。とにかく並木出版の分がすぐに必要で。自分で書いた原稿はどうしたの？え？あなただって作家の端くれだったわけだし、たまには自分で書いてみたら。どういうこと、それ？いつまでも私の書いたもの、自分が書いたふりをしてんのも大変だと思って。あんたまさかやめようっての？そしたらどうなるか分かってんの？事故のことも明るみに出るし、あんたの作家生命も。あなたの生命は？え？私の原稿を失ったらあなたの作家生命も終わるのよ。違う？それだけじゃないわ。あなたの名誉も、華やかな生活も、若い女も、あなたの方が失うものが多いと思うけど。冗談よ。はい、新しい原稿。昨日までこれを仕上げるのに徹夜続きだったの。だから今日はこれで失礼するわ。何なんだこの原稿は。あら、読んだの？これは俺の原稿だ。随分と書き換えてあるが、俺の原稿をリライトしたものだ。一体どういうつもりなんだよ。言ったでしょ、私の書いたものを自分のものだと言っていても居心地が悪いと思って。この間編集長に会った時、ゴミ箱の中に捨てられているのを見つけたの。ゴミ箱？あなたの書いたダサ句でも私が書き直せば傑作になる、そう思わない？なんだって？待てよ。やめなさい。あんた俺をバカにしてんのか？人を呼ぶわよ。
何すんだよ。やめなさい。やりなさい。それで気が済むな。持ってきなさい。それないと困るんでしょ。よく読んで思い知るがいいわ。あなたの才能のなさと私の偉大さを。それ以降、神崎隆平から連絡は途絶えた。私が書き直した原稿は、やめき出版の今月の文芸誌に掲載されることになった。やはり彼は、私の原稿から逃れることができなくなっていたのだ。どうぞ。これ読ませていただきました。もちろん出てすぐの初版を買いました。これは今日ここに来る途中で書店で買ったもので、奥付けを見ると二重刷りを超えています。いよいよ映画化もされるようですし、大ベストセラーですね。おめでとうございます。おめでとうって私の本じゃないわ。これはあなたがお書きになったものです。書店で最初の数ページを読んだ時にすぐ分かりました。私がここで働いてた頃、すでに最初の本は出来上がってましたから。あなた勝手にそれを読んだの？先生の書きかけの原稿をこっそり読む、それが私の最大の楽しみでしたから。
った。事故のことどうして私に相談してくださらなかったんですか。私調べました。先の出版パーティーの帰り、先生は車で一人の女性をはねてしまった。それが神崎隆平の母親だった。事故のことは警察に届けが出ていない。神崎隆平が先生を脅迫するためにそうしたのでしょう。先生にゴーストライターとして自分の小説を書かせるために。まったくなんて卑劣なやつだ。警察に言わないでって言ったのは私の方よ。今から思えばやっぱり届けるべきだったわ。先生がそんな風に考える必要はありません。全て私の責任です。あの時私が運転して帰ればこんなことにはならなかった。本当に申し訳ございません。あなたのことはあの夜クビにしたんですもん。仕方ないわよ。いえ、たとえクビになろうとも、文字通りクビをはねられようとも、先生を一人で運転させるべきではありませんでした。でもご安心ください。すべて丸く収めてみせます。車は国道沿いの廃車工場に持ち込まれましたね。その判断は正しかったと思います。あそこ行ったの？もちろんです。車はすでに処分されていますし、あそこの経営者は小説など読むタイプではないので、先生のことはほとんど記憶にない状態です。被害者の神崎義江さんの件ですが、これも八木沢先生に伺ったんですが、当初予想されていたよりも容体の回復が早く、若干の障害は残るかもしれませんが、ほぼ全快するとのことです。問題は神崎隆平名義で発表された作品の著作権をどう取り戻すかですが、これも交渉次第ではうまく運ぶと思います。あの隆平という男も叩けば埃の出る身ですから、その手のことは私にお任せください。あなたは何にも分かってないのね。はい。私がいやいや書いてたと思う？あなただってあれを読んだなら分かるでしょ。私はとっても楽しんで書いたわ。アイデアが次から次に湧いてきて筆が追いつかないくらい。こんなことって何年ぶりかしら。それはつまり先生はスランプから脱出したわけですね。彼のおかげよ。え？彼が私に書かせたの。それはでも半ば脅迫するような。確かに最初はそうだった。私は自分の罪から逃れるために書き始めた。自分でもそう思ってた。でもすぐにそうでないって悟ったわ。私は彼のために小説を書くのが楽しかった。それは例えばお気に入りの役者のためにセリフを書いてあげるようなものね。彼が賞賛を受けると自分のことのように嬉しかった。彼自身もそれを楽しんでるのが分かった。だから私はもっと素敵なセリフを書いてあげようと一生懸命書いたわ。こんなに我を忘れて書いたのは、そうね、もしかしたらデビュー作以来かもしれない。それでは先生は今のままでよいと。これからもあの男のために小説を書き続けるおつもりですか？そうもいかないわね。当たり前です。彼は私のための役者ではないし、それに役者は舞台を降りたら自分の言葉で喋るものよ。彼もそろそろ舞台を降りる時なのよ。少し寂しい気はするけど。先生！先生！
あれタバコなんて吸うんだ。セックスの後の一服は最高よね。うわ、男みたいなセリフだね。そういえば、この間のあなたの小説、うちの編集部でも大評判よ。評論家の評価も高いし、どう？次、うちで連載やらない？連載？うちの月刊誌でもいいけど、週刊誌の方に話をしてみてもいいし、もちろんギャラ前渡してたっぷり払うから、ゆっくり時間も取って。いやでも、並木出版との約束もあるし。映画化されるんだし、もういいじゃない。恩返し終わったでしょ。そうもいかないよ。何やってんの。言ったろ、今日は映画の制作発表なんだ。ああ、そっか。主演女優、姫野エリカだっけ。誘惑されないように気をつけなさいよ。何言ってんだよ、俺になんて興味持つわけないだろ。あら、原作者っていうのは女優にとっていいポジションなのよ。気に入られれば次の作品も主役のイメージで書いてもらえるでしょ。俺はそんなに器用じゃないよ。ねえ、今日の夜も会える？いや、多分映画のプロデューサーと編集長とどっか飲みに行くと思うけど。あ、ダメよ、そこで次の小説の約束なんかしちゃ。次はうちで長編書くんだからね。そんなのいつ決めたんだよ。そういうこと言う？散々私の体を食い物にしといて。食い物にされたのは俺の方だと思うけど。なんだって。あ、ほらほら、もう乱暴だな。ねえ、来て。ダメだよ、もう出かけるんだから。もう一回しようよ。制作発表遅れちゃうで。いいじゃない、そんなの出なくて。何言ってんだよ、待ちに待った晴れ舞台だからね。そんなのこれからいくらでもあるわよ。次の作品はうちの事業部で映画化してもいいし。そうはうまくいかないと思うよ。え？あ、いや、なんでもない。あれ？うん、私私です。何？え？本当？いつ？ずいぶんと急ね。それでお通夜は？あ、そう。じゃあ詳しいことが分かったらメールで送って。あ、それとお花の手配とかよろしく。午後には会社に入るから。はい。誰が死んだの？御手洗薫。まだ元気そうだったのにね。心臓発作だって。あなた会ったことある？嘘だろ。そんなに親しかったの？え、あ、いや。御手洗薫は死んだ。と同時に、作家神崎竜平も死んだのだ。死後しばらくして、御手洗薫の最後の著作が出版された。御手洗薫の愛と死と題されたその本には、私と彼女の関係のすべてが書かれていた。マスコミは、二人の作家のスキャンダルに飛びついた。映画の制作は中止され、私は出版界から追放された。神崎さん、いるんでしょ？ちょっと。一言お願いしますよ。神崎さん！あんたね、作家としてみんなの前で弁明してくれるの？ねえ！おい！神崎さん！
朝岡と申します。先生の葬儀の日に一度。とりあえずお弁当など買ってきました。いかがですか。そんなに慌てずに。お茶でもどうぞ。そんな風に食べられると今昔庵の懐石弁当も型なしですな。先生はそこのお弁当が大好物で、執筆に行き詰まるとあれが食べたいとおっしゃられて、真夜中でも買いに行かされたもんです。あ、いや、あの、とにかく食べておしまいなさい。その方が落ち着いて話ができる。はい。笹岡さんでしたっけ。先生のところで秘書をなさっていた方ですよね。秘書といいますか、経理といいますか、食事係といいますか、用心棒といいますか、要するに身の回りのことを何でもやらせていただいてました。長いんですか。先生と私のお付き合いですか。それはもう先生がプロデビューなさった頃に私は出版社で働いていて、まだ原稿取りでしたが、それから編集者としての付き合いが始まって、それから数年後先生が原稿料や印税の管理が大変だというので私が出版社を辞めて先生のところで働くようになってもう随分昔の話になってしまいましたが。そんなに長いのになんでそのお辞めになってしまったんですか。先生の気まぐれですよ。先生はこの何年かの間スランプっていうんですか、思うように書けなくなっていて、私は先生を励まそうと業界の大物を招待してパーティーを開いたんですが、それがお気に召さなかったようで、クビだと言われて。もちろんこれまでも何度も会ったことで、しばらく様子を見て戻るつもりでした。何が薫さん、あ、いや、先生のお気に召さなかったんですか。先生はご覧のようにお綺麗な方ですから、何かと噂が立つんです。噂？先生の小説が売れるのは業界の大物に贔屓にされているからだとか、口の悪い連中に言わせると、作家としてより愛人としての才能の方が上だとか。ひどいな。もちろんそういう部分もなくはなかったんですが。え？それも含めて先生の魅力でした。でもやはり小説家として評価されたいというのが一番で、当たり前のことですが随分努力なさっていました。私は先生にいい作品を書いてもらいたい、その一心で先生のためにできることなら何でもしてきたつもりです。でもダメだった。ダメって。私は先生に作家としてのインスピレーションを刺激するようなことは何一つできなかった。それができたのは悔しいがあなたです。私はあなたが憎い。先生が死んだのもあなたのせいだとさえ思ってる。
できることならこの手で締め殺したいぐらいだ。先生が倒れて救急車で運ばれる間中、ずっとあなたの名前を呼んでいた。カムさん、このままここにいたら本当にあなたを絞め殺しそうだ。さっさと用を済ませて帰ります。あなた宛ての遺書です。神崎竜兵様、あなたがこの文章を読んでいる頃、あなたは作家として窮地に陥っているでしょう。作家生命を絶たれているかもしれません。しかしこれはおそらくあなたにとって最後のチャンスなのです。あの日、あなたが私の原稿を自分の名前で発表させてほしいと言ったとき、私は憤りを感じる反面、心の底にふつふつと湧き上がる興奮を覚えました。もしかしたら、これを機に新しい小説が書けるかもしれない、そう思ったのです。脅迫めいたあなたの申し出を受けた私は、御手洗薫という名前から解放され、神崎竜兵として生まれ変わりました。それがどんなに素晴らしいことだったか。私はまるで恋をした少女がラブレターを書くように新しい物語を綴りました。そう、あれはまさしくラブレターでした。あなたの名前で書いた小説が世の中に認められ、それをあなたが喜んでくれる。それがどんなに嬉しかったことか。私はこのまま死ぬまで神崎竜兵の名前で書き続けてもいい、そんなふうにさえ思うようになりました。けれどそれが長く続かないことも分かっていました。先日、私はあなたが自分で書いた小説を初めて読みました。私はその文章の中に何か光るものを感じました。しかしあなたはそれを遂行する努力をしていません。ダイヤモンドも
磨かなければただの石ころであるように、どんなに素晴らしいアイディアも何度も書き直し磨き上げることをしなければ優れた小説にはなりません。そしてそれはとても地味な努力を必要とする作業なのです。私はあなたの原稿に手を入れて、あなたに読ませてみることにしました。書き直すことの重要さをあなたに分かってほしかったからです。けれど、あなたには伝わらなかったようです。すべて私のせいです。私があなたをそう仕向けてしまったのです。あなたには小説家としての才能があると私は思っています。けれど、このままではその才能は開花しません。私が死んだ。あなたは途方に暮れて、惨めに破滅していくだけです。私には弟子もいません。家族もいません。遺産を残すべき子供もいません。そして、このまま死の時を迎えるでしょう。あなたの小説家としての才能を伸ばしてあげた。心からそう思っています。そして、私なりのやり方で努力しました。奇妙な縁で知り合った私たちですが、それだけがあなたのお母様を事故に巻き込んでしまったことへの償いであり、そして私がこの世に生きた証でもあると思うのです。頑張ってください。お客さん、東京から来たの？はい、そうです。やっぱりね、訛りがないもん。出張？あ、いえ、ちょっと授賞式があって。お客さん何やってる人？スポーツ選手？大将、神崎隆平殿、あなたは第29回森の宮市ふるさと文学において各方面より多大な支持を収めたので、その栄誉をたたえ、これを賞します。おめでとうございます。ありがとうございます。神崎先生はすでに東京で大活躍をされた方で、そのような方にこのような地方の小さな文学賞に応募していただいたことを感謝するとともに大変驚いています。それでは受賞の挨拶を一言お願いいたします。皆さん、ご存知の通り、私は以前大きな事件を起こし、世間にご迷惑をおかけしました。小説家としての自分はその時
死んだものと思っていました。しかし私は小説を書くことをやめませんでした。いえ、やめられませんでした。そのような過去があるにもかかわらず、今回このように私の書いた小説を皆さんが認めてくださったことを心から感謝しています。ありがとうございます。先生、一つ質問してもよろしいですか？はい。毎朝文芸の酒井と言います。例の事件からすでに10年が過ぎてますが、その間一体何をしてらっしゃったんですか？はい、ずっとこの小説を書き続けていました。ずっとですか？はい、何度も書き直して少しでもいいものになるように何度も書き直していました。ありがとうございます。先生の文学的バックボーンをお聞かせください。影響を受けた作家とかいらっしゃいますか？私は私を育ててくれたのは私を育ててくれたのは見たらいい香る先生です。